で打率338.4発も得点圏では16打数1安打にとどまる。ドジャースナショナルズ、日時間17日ロサンゼルスドジャースの大谷翔平投手は16日、日時間17日、試合開始11時10分、4どころ地で行われるナショナルズ戦に2番指名打者で先発出場する。ここまで打率338.4塁打をマークしながら得点圏打率は.063と低迷しているが、デーブ・ロバーツ監督は問題なしを強調した。大谷はここまで得点圏で16打数1安打、打率.063はワースト6位だ。しかし指揮官はそれ、数字には気づかなかった。昨夜得点圏に走者を置いてアウトにはなったが中堅に100何マイルの打球を放っていた。得点圏に走者がいてライナー性でアウトになった打球を放ったことが私の記憶に何度もある。何度もフェンスに当たる打球を放つ姿を覚えている。強烈な打球を放っているからこそ心配していないようだった。前日15日、同16日の同戦では3打数1安打。7回2四1・2塁の場面では、打球速度 98.4 マイル、約 158.4 キロも中軸に倒れていた。チームは現在2連敗中。流れを変える、ここぞの一打が期待される。フルカウント編集部。